今回のタイトルはカルダナのハイドラ対ビットコインのライトニングネットワークです。ぜひ最後までお付き合いください。カルダナの創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏は4月20日にハイドラのウェブサイトへのリンクをツイートしました。ウェブサイトにはノードのインストール方法、クイックスタートガイド、デモコンテンツが掲載されています。ハイドラは究極のレイヤー2スケーラビリティソリューションと呼ばれ、チェーンの基本性能を向上させ、容量の増加を通じて成長と普及をサポートします。このハイドラの登場により、ビットコインのライトニングネットワークと同様にカルダノに新しい次元が加わることになります。ハイドラとは、2021年12月ハスケルディブのマティアス・ウェンコート氏はハイドラがテストネットに近づいていることをツイートしました。多くの人がこれはスケーリングソリューションプロトコルの早期のロールアウトを意味すると考えました。そして現在最終版が間もなくローンチされるとのことです。ハイドラの登場はスループットを最大化し、レイテンシーを最小化し、そのためのコストを低く抑え、ストレージの要件を大幅に削減するスケーリングソリューションを意味します。これはメインチェーンをセキュアな決済レイヤーとして確保しながら、メインチェーン外でトランザクションを処理することで機能するアイソモーフィックスケーリングと呼ばれるプロセスを利用することで実現されます。同系のステートチャンネル、ヘッドを通じてネイティブアセット、NFT、プルータススクリプトといったカルダノの機能が各ヘッドで利用できるようになります。そのためユーザーはレイヤー1チェーンの利点とセキュリティを享受しながら、シャード化されたヘッドの中でその数を増やすことができます。これらは基盤となる台帳の正確な状態表現を都合よく再利用できる状態チャンネルであり、それゆえ台帳のスクリプトシステムをそのまま継承します。理論的にはより多くのヘッドが追加されることでネットワークがスケールアップしてより高速になります。カルダノハイドラ対ビットコインライトニングネットワーク。昨年レックス・フリードマン氏と対談したホスキンソン氏は、ハイドラをスケーリングのための共同設計されたレイヤー2ソリューションであると説明しました。共同設計とはビットコインと共同設計されていないライトニングネットワークとは異なり、ハイドラに対応するための特別な規定が設けられているという意味です。共同設計の利点はセキュリティの特性を維持したままシステムの出し入れが楽にできることです。さらにより表現力の高い会計モデルとともにヘッドを分離することで洗練されたものになり、結果として資金紛失に対する安全策を構築するなど、より多くのことが可能になります。だから常に整列して常に利用可能である代わりに、それらヘッドとテールのプロトコルが少し死んで、その後復活したらどうなるのでしょうか。そして資金が失われたり永遠にロックされたりしないようなあらゆる保証を作ることができるのです。この種のものには障害回復モードがあるのです。和証のスケーリングフェーズは順調に進んでおり、次の問題はエイダの価格がそれに応じて反応するかどうかです。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。